嵐の松本潤さんのダイエット法をお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、松本さんが役作りに取り組まれたダイエット法をあなたもご自宅で今すぐに取り組むことができるんですよ。それでは早速本題に入ってまいりましょう。松本さんのダイエットの痩せるポイントは代謝を上げることなんですね。理由は代謝が悪いと痩せることができないからなんです。例えばですね、あなたがいくら食事制限を頑張ったとしても、きつい運動を頑張ったとしても、もともと体温が低かったり、そういった理由で代謝が落ちていらっしゃると、なかなかダイエットにこう成功することができないからなんですね。そこで松本さんもその代謝を上げるというダイエット法に取り組まれていらっしゃるんです。それでは実際に松本さんがどんなことに取り組まれていたのか、それはこちら、白湯を飲まれているんですよね。松本さんは朝一番にご自分で白湯を作って飲んでダイエットに取り組まれているそうなんですよね。で、この白湯のダイエット効果がすごいんです。まず朝一番に特にお白湯を飲むことで内臓が温まるんですね。そうすると松本さんもそうですけれども、内臓が温まれば体温が上がるわけですよね。そうすると体温が1度上昇するだけで、基礎代謝がなんと10から13%もそれだけで上がるんですね。運動とかじゃないんですよ。朝お白湯飲むだけで体温が上がれば、このようにあなたも松本さんと同じように代謝が上がるんですね。なので松本さんは毎朝ご自分で夜間でお白湯を作って召し上がっていらっしゃるということなんですね。それではここから白湯の効果的な作り方と飲み方をご紹介します。いくらお体に良いと言っても、この飲み方や作り方を間違ってしまうと効果が出ませんので、今からチェックしていきましょうね。まず白湯の材料は天然水です。できればですね、その水道水よりもこういった天然水の方をおすすめいたします。で、また1回あたり飲む量は150から 200ml、コップ1杯分ぐらいを目安にしてください。そしていくら良いからといっても、飲みすぎてはむくんでしまいます。何でも過ぎたらよくありません。お体に負担をかけてしまいますから、白湯は1日あたりだいたい目安としまして、800から 1000ml、だいたい1リットル未満に抑えましょうねということ。この量が1日あたりの摂取量となります。そして白湯といっても、いろんなですね、作り方が世の中あります。ただやはりその本物に近いその白湯の作り方はですね、やはり火を使って作ることになります。そこで白湯の作り方です。1つ目、夜間にお水を入れて、まずは強火で沸騰させてください。そして2つ目、沸騰したら次にすぐ火を止めるのではなくて、弱火でですね、そのまま10分から20分沸かして加熱してください。その工程が終わったら、次そのままですね、夜間に入れたまま約50度ぐらいまで冷ましてから召し上がってくださいねということになるんですよね。ですから、松本さんもちゃんとご自分で夜間にお水を入れて沸かして作っておりますというね、お話しされていらっしゃるんですけれども、ここすごく大切なんですね。で、どうしても、朝一番飲むお白湯ですから、時間がないっていう時は、電子レンジのチンの、お湯でもいいんですけれども、やはり火を使った白湯とはやはりね、違うんですよね。なのであなたもぜひぜひ松本さんがされていらっしゃるのと同じように、夜間に火をですね、かけていただいてですね、火を使った白湯をお作りになるといいと思うんですよ。さあ、いかがだったでしょうか。この動画のお話のポイントは代謝を上げるでしたね。そのために必要なのが体の体温を上げること。その体温を上げるのに有効なのが、朝一番手作りの白湯を飲むことでしたね。そのことであなたの基礎代謝が、もう運動も食べることも何もせずに白湯を飲むだけで体温が上がれば代謝が上がるわけですから、脂肪を燃やせる健康的なお体になれるんですよということなんです。さあ、いかがだったでしょうか。この動画ではこのように様々な腸活法、ダイエット法、健康法をあ
なたにお伝えしております。そのことであなたが長期的に健康的で綺麗に痩せる応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきましても、どんどんご参加くださいね。またこういったお話にご興味があったり、ご質問おありの方は、皆様こちら詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、皆様そちらからご登録をお話ししてくださっております。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。